人生すべてが暇つぶし。はい、ゆうすけです。DJ オズモポケット届きました。昨日ね、開けようと思ったんだけど疲れて寝ちゃったんですけどね。はい、まあ、なので、早速ですね、待望の新製品開けてみたいと思います。はい、この時点でね、超開けづらい。これビリビリ破くかっていう人結構いると思いますね。はい、正解だ。趣のあるものですけど、汚ねえな。カバーですかね、本体ですかね。シールをペリペリ剥がすんでしょう。はい、これね、フィルムとかあるんですかね。そのままカバンに入れちゃうと傷ついちゃいそうですけどね。うん、はい、はい、いい感じです。ちっちゃい、軽い、とりあえずも超軽い。でもこう持ってたら持ってもこう取れてるんですよね。これえぐいマシンですね、これね。うん、はい、早速繋いでみたいと思います。梱包はすごい簡単ですね。さっきちょっとフィルムがどうこうとか言ってましたけど、まあ、ケースに入れればいいみたいですね。ケース、本体、説明書、ストラップ、多分これは、このなんかよく真ん中につけるやつですよね。 iPhone とか Android をつけるためにタイプ C と、ライトニングのアダプターで、最後に、タイプ C のケーブルという充電ケーブルとなります。着きましたよ。はい、着きました。ちょっと見た感じでいい感じですね。ちょっとこれ取ってみないと分かんないですけど、あとちょっとカバンに固定する方法欲しいですね。というのをちょっと見てですね、使っていきたいと思います。はい、とりあえず開封してアクティベートしてアップロードして電源つけてみたという動画でした。はい、それではまた。はい、ちょっと最後に、ケースに入れてみたんですけど、よく考えられてますね、これ。いやー、雨とかダメだけどね。うん、いい感じです。